はい、レッスン12いきます。レッスン12もソルバーのシリーズです。ここです。L と C があるときの2回の微分方程式を解くと。この場合は、初期条件を2つ入れる必要があります。ということで、5秒間解けば5秒だけ解けるので、9について取るので、電流は微分して求めると。こっちはラプラス変換で、ラプラス変換 は電流について解いているので、逆に Q を積分して求めるということで、こっちはグラフが分かる、こっちはグラフと式が分かるという違いがあります。 LC でスイッチオフと。これも2つ条件を入れてやる必要があります。ラプラス変換でスイッチオフの場合と、まあ、コンデンサが充電されたとして解いているということで、初期電荷量を忘れないようにする必要があります。そうじゃないと最初からゼロのままといった感じです。はい、以上です。